の巨体。さあ面白いシックスウーメンタッグマッチであります。さあまず鈴木さん、はい、見どころですけれども、このやはり話題になっておりますレジー・ベネットの JWP マットということで、今日はあの普段見られない新聞記者雑誌社の皆さんもたくさん駆けつけてますね。またダンボヨン、いやそれにしても見事なバストですね。120何センチかあるそうですよ。そうですか。いや大変な人気。そのボインチャーもそうですけれども、大森さん、はい、あのレジベネットの表情が非常に可愛らしいですね。可愛らしいですね、すごい人気者なんでね、どういうファイトを見せてくれるかすごい楽しみです。そうですね、さあ今ゴングが今鳴りました。さあゴング開始以前からすごい形相で相手をにらめつけたのがデビル雅美でありますが、さあデビル雅美は一歩をリングの外に出ました。レジー・ベネットとテリー・パワーというのがアメリカの、LPWA で非常にセンセーショナルに、そうなんです、タッグチームとして売り出しているようですね。さあまずそのレジー・ベネット一人舞台、一人で相対する相手はハンダ・ミキー、パワーボム、豪快なパワーボムであります。ハンダミキに打ちまくりました。レジー・ベネットの第1弾の豪快な技はパワーボムで決めました。そして尾崎真由美につなぐんです。さあ尾崎対ハンダの対決になりましたが、まあ今日の話題はやはりレジー・ベネットとテリー・パワーに尽きるんじゃないかと思います。さあ小兵同士の対決でありますけれども、はい、レジー・ベネット、ベネット旋風を巻き起こしました前回の来日でありますが、 JWP マットこれから定期的にあの出てくるようですね。長期契約したんですよ、あの1年間のね、はい、はい、それとですね、はい、これあの注目戦 のデビルマサミのね、デビュー戦がベネットであるということね、はい、これあのメドーサというのがジャパン女子のリングに登場した時、デビルマサミがそれあのやっつけてますよ。そうですね、さあその今お話のデビルマサミ選手が出てまいりましたが、まあ、外人選手には必ず初戦で対決して、一泡吹かせてデビルの存在感をアピールするというのがそうデビルマサミであります、はい、カーボン、相手は尾崎雅美、真由美、ものすごい勢いで一発打ちました。デビル雅美の豪快なパワーボム。大森さん、はい、今のはレジー・ベネットとテリー・パワーの目前で見せましたので、私のそのパワーボムを受けてみなさいとそういったアピールしたようですね。そうですね、さすがです、デビル雅美。さあこれは面白い興味津々の対決になりました。レジー・ベネットとデビル雅美であります。前回も鈴木さんの解説にもありましたように、外人で非常に強い強いという評判の選手は必ず初戦で当たります。前回のメドゥーサが来日した時にも完全に勝ちましたね。そうです。それとですね、手4つの体勢、このジャパン女子というのは、まあ、大きい選手が多いんですよ、あのデビルマサミもそうですがね、はい、ダイナマイト、タイムサイ、それからイーグル、カワイね、こういう大型と対決が面白いですね。そうですね、さあ豪快な技の交換が見られますが、一方的にデビルマサミが主導権を取りました。ここでハンダミキに渡ります。さあレジー・ベネット対ハンダミキ、ハンダミキの助っ人を借りて、大きな胸にすごい勢いのミサイルキック、レジー・ベネット倒れました。レジー・ベネットは172センチ、85キロであります。下から食らいつくようにして接近戦を挑みます。今夜のハンダミキでありますが、さあゆっくりとレジー・ベネットをちょっと紹介してまいりたいと思いますけれども、アメリカ LPWA のスーパーパワフルタッグチームとして、非常に売れておりますレジー・ベネットとテリー・パワー、まあ、今後定期的に JWP のマットには上がるわけですけれども、定期的にということは、はい、太平洋タッグのチャレンジもある可能性は十分にありますね。そうですね、そうですね、はい、ゆくゆくはどうなるでしょう。172センチ、85キロ、まさにダダダンボヨヨンのものすごいボディープレスでありました。レジー・ベネットです。まあ、あのメドルサとね、これ前シリーズあの登場したんですが、先陣争いということになると思いますね。またまた豪快なブレンバスターを見せました。まあ、怪力女というふうなイメージはありますけれども、はい、技もなかなかシャープな技を持っております。ことにね、このテリーパワーいいですよ。レジー・ベネットからもう一人注目のテリーパワーにタッチが行われました。テリーパワー選手は大森さん、はい、あのトラケンホールディングの2回目ですね。前回も前々回も来日しましたけれども、まあ、全勝で帰国いたしましたが、本当にもう、アマチュアレスリングを知ってるかのようなそういう、プロレスラーですね。レッグドロップ、ギロチンドロップとも言います。ボデビル出身なんですよ。いい体してますね、腕の筋肉に、まあ、記者会見の時には、報道陣が圧倒されておりました。今ラリアットを打ちました。相手の髪の毛を掴む、左の拳を使いました。大きくロープに飛ばした。待っておりますか、待っておりますか。ハンダミキが飛び込んでいきますが、さあ
下半身がなかなか上手なフリーパワーでいます。今倒れました。いや、なんといってもね、大力コンビなんですがね、そうですね、ブラッド・レーガンズという、はい、あの有名なコーチの、ね、弟子なんですよ、はい、そうですね、まあ、しばしば全日本プロレスですがとか新日本プロレスのリング上にも上がったことがあります、はい、あのブラッド・レーガンズですね、はい、モントリオールオリンピックの確か4位の選手でしたね、はいはい、その人に仕込まれておりますこのレティ・ベネット・テリー・パワー、まあ、幻に終わったんですがね、僕はオリンピックあったら優勝したんではないかと言われてますね。そうですね、はい、まあ、日本の男子プロレスラーも何人もこのブラッド・レーガンズに習っております、はい、今回はこのマナ弟子レジー・ベネット・トリー・パワーを日本に送ってまいりました。さあリング上は今度は尾崎真由美とアンダビキの対決でありますが、今エプロンによりますトリー・パワー、前回の来日にも超怪力ファイトでこれまた JWP マットを大いに賑わせました。さあリング上は半田美希と尾崎真由美であります。あの半田美希選手はこの大会が始まる前に韓国に遠征したそうですね。テコンドーとね、対戦しまして、テコンドー、合気道ですね、合気道、いい成績残しました、はいはい、ということは異種格闘技戦を経験してきたことになりますか、はいはいはい、まあ、大きく成長しての、帰国かと思います半田美希。さあ相変わらず尾崎真由美選手は私らしいところを見せています。尾崎真由美であります。大森さん、はい、ちょっと最近尾崎選手の存在感が薄れてきましたね、なんかいつも結構大きい選手と組んでませんか、尾崎って、はい、ねえ、どうなんですか、ジュニアクラスをまあ卒業したというふうに聞いておりますが、おっと正面から飛び込んでいきましたレジー・ベネット、ネックブリーカードロップに取りました。相手は半田美希です。尾崎真由美選手には後ほどまたお話伺いましょう。ボインが揺れます。レジー・ベネット、いやすごいパワフルな攻撃であります。さあ得意技はシリースラム、それからレジーラックがあります。体当たりは失敗、おっと豪快なバットを取りました半田美希です。今岩石落とし見事に決まりました。バックドロップ見事に決めました。さあチャンスが訪れた。デビル雅美とレジー・ベネットの一騎打ち、リングの中85キロ対80キロの巨体対決、ロジャットで打ち勝ったのはデビル雅美。尾崎が飛び込んでまいりました。さあ怪力同士の対決で館内が沸いております。面白いシックスメンタグマッチ、尾崎が飛び込んできた、懸念みなく飛び込んでまいりました。ブレンバスターを高く、そしてボディアップです。そのまま場外におっとり投げるか、リングの中か、容赦しません。さあどうだ、豪快、そのまま真っ逆さまに突き落としたデビル雅美です。すごい力技を見せましたデビル雅美。さあ尾崎真由美がしっかりと今度はデビル雅美の左の足に食いついていきました。さあ大木にまさに寄りかかろうとする尾崎真由美。さあ今度は尾崎が今度は背中を取った、髪の毛を取った、なんとか食いついていこうとする尾崎、もう一回豪快ブレンバスター。その目前にはレジー・ベネットとテリー・パワーがいます。このテリー・パワーというのはね、韓国から遠征に行ってそのまま日本のリング上がってきたんですよ、はい、まあ、韓国でも十分に力を発揮して、おあのかなり人気を集めたようですね、さあまあお客さんの方は尾崎を相手にするよりもデビル雅美対レジー・ベネットか、なかなか当たらないですよね、デビルさんってね、そうですね、ちょっと意識してるのかもしれませんが、向こうも警戒してると思いますよ多分、ほとんども尾崎がデビル雅美役を買って出ておりますが、まあお客さんはこれではちょっと承知しないでしょう。やっとプラムマリコあたりも試合に参加することができます。サイドには半田美希がいます。さあ3人がかりでなんとかこれを引き離そうとするデビル雅美陣営であります。ファンの方はレジー・ベネットとテリー・パワーの突入を増したいところでありますが、レジー・ベネット、テリー・パワーというのは日本では JWP マットで初めてタッグを組むんですね。はい、そうです、コンビネーションプレーはどうでしょうかね、何を持ってるんでしょうかね。これはね、LPWA という団体でね、トップのタッグチームだったんですよ、はい、それだけに大したもんですよ。そうですね、さあ場外に出ましたが、尾崎真由美がもうビシッとデビル雅美の体に密着しております。さあこの様子をじっと見守っておりますレジー・ベネットとテリー・パワーでありますが、この中に割って入ろうとはしません、冷静に今
この両者の対決を見守っているところです。おやりなさいって言った格好ですね、いよいよロープの外に出てまいりました。ロープの外に出てまいりまして、デビューまさみパワーを遺憾なく発揮しておりますが、尾崎やっとここで体を離しました。懸命に崩しております。尾崎前見でありますが、さあ今度は椅子を持って思い切って同点へ。尾崎真由美の脳天へ今椅子攻撃を見せました。さあリングの中ではカウントが始まってます。ちょっとこれでは試合になりません。尾崎もちょっとしつこすぎます。両選手が分かれてリングの中で勝負したいところであります。やっと今白い鉄柱へデビル雅美を持ってまいりました。さあ今リングの中にやっと両者が飛び込んでまいりました。かなり長い場外での激突でやりました。尾崎真由美とデビル雅美です。そしてデビルマサメをやっと自軍のコーナーに引き込んでまいりました。ここでレジー・ベネット再び登場だ。これが見たかったですね。さあ大型同士の対決、2人ともロングヘアでやります。髪の毛で顔がもうほとんど見えません。デビルマサミ、さあ立ち上がった。おっと政権3連発。今度はクロスチョップ、レジー・ベネット今度は思い切って右のチョップだ。デビルマサミ、さあ今度は何でいくか、サイドのヘッドカット、レジー・ベネットを倒しました。そしてフラン・マリコにタッチ、大きいレジー・ベネット、さあ大きいロープに飛ばしてドロップキック、足元から崩れ落ちた。さあボインが踊ります、肉体が踊ります。レジー・ベネット、さあ抱きかかえて、彼女にはシリースラム、これは風車式のバックブリーカーのことを言うんですが、これがあの相手を気絶させる技ということでシリースラムと言います。さあ今度はデビル、グラップキック、いやプラム、ドロップキック。さあプラムの動きが非常に速くなりました。片指で抑え込んでおりますが、なかなかデビル軍団も頑張りますね。大型選手相手にもう堂々戦っております。今夜の対決であります。後ろからはハンダメキ、さっき豪快にバックドロップを決めましたハンダメキです。さあ正面を向いた、エルボーで突き放したレジー・ベネット、 LPWA の超人気選手。さあまた今度は足をしっかりと抱えてます。いやこういう風な形になりますと、もうカメラのはどうしてもレジー・ベネットのバストの方に引き寄せられますね。さあリングの中央だ。しかしベネットというのはちょっと攻めが甘いね。そうですか、大森さんここまでどう見ますか。そうですね、私もうちょっと動けないかと思ったんですけども、結構フットワークはいいですね、で技もなかなかやりますけれども、なんて言うんでしょうね、この切れ味という点ではね、やはり体が大きいだけに甘い感じがしますね。それに比べてね、テリーパワーというのはこれはしっかりしてますよ。さあそのテリーパワーがやっと本領発揮とばかり出てまいりまして、スリーパーホールドに取ります。もうアメリカでもね、 LPWA のシングルタイトルにチャレンジするとは、というふうに言ってますがね、そうですね、力が大したもんですよ。筋肉といい、レスリングの基礎といい、本物中の本物、テリーパワー、後ろからデビル雅美が行きました。どうやらこの今首を絞められておりますけれども、テリーパワーにも広告代理店の方からコマーシャル出演の話もちらちらと出ているようですね。なかなかの美人選手であります。キャラクターもいいだけに、日本のコマーシャル界も欲しがるかもしれません。さあ放送席が狙われますか。またデビル雅美、場外に送り込んでいきます。デビル雅美です。どうもデビル雅美は今日はこういうパフォーマンスが、2度目3度目という感じでありますけれども、お客さんもちょっと触笑気味。デビルパフォーマンスも、非常に面白いことは面白いんですが、リングの中で綺麗な勝負を見たいというお客さんの中にはいるようであります。さあビクトル投げのプラブマリコもこれに右に習いをいたしまして、レジー・ベネットをリングの中に連れてきた。さあリングの上では尾崎真由美とハンダミキの対決、これで勝負をつけようとしておりますが、場外お客さんの見たいレジー・ベネットテリーパワー、デビル・マサミ、プラブマリコ、これは場外で猛烈にラップファイトの応戦でありますが、リングの中央パワーボムは尾崎真由美、カウント1-2で切り返しました。尾崎が勝負に出てますね。尾崎が勝負に出ておりますが、お客さんの目はほとんども場外であります。さあリングの中は、もっともはジャーマンスープレスホールド、さあ決まったな。カウント2、カウント2、やっと今デイルマサミリングの中に飛び込んだ。さあ勝負の流れの方は果たしてどうでしょうか。ハンダミキが右の膝をついた。尾崎真由美がトップロープ、後ろから羽交い締め、そのままフライングボディアタック1回転、ハンダミキが今度は反対に抑え込んでいる。テリーパワーのエルボー、デビルマサミが今度はまたフォロー、背中越しにレジー・ベネットを倒して場外に突き落とした。
ここでハンダを自分の中のハンダ、いやこれはハンダは、ハンダは自分のデビルマサイがパートナーであります。さあハンダを、ハンダを担ぎ上げて場外のレジーベネとテリーパワーを睨みつけておりますが、ハンダを思い切って外に飛ばすんでしょうか。デビルマサミが呼んでいます。場外レジーベネとテリーパワー、今2人で入ってまいりました。ドロップキックがテリーパワーの顔面に当たりました。誰を相手だよ。またデビル、デビルがレジーベネットを捉えた。場外ちょっとシックスメン、シックスウメンタグマッチでありますので大森さん、試合の今権利があるのはどの選手なんでしょうね。誰でしたっけ、分かんなくなっちゃいましたね。リングの中で尾崎と半田がやってはいましたけれども、尾崎もちょっと外で暴れまくっておりまして、半田美希はどうやら主導権があるようです。デビル軍団は半田美希、そしてレジベネットテリーパワーは2人がかりでちょっとのダブル攻撃、得意技を発揮しておりますが、ちょっと勝負の展開が分からなくなりました。テリーパワーのドロップキックでデビルを突き出す。目まぐるしい展開。右上レジーベネット思い切ってサイドバスター、そのまま抑え込みました。これがサイドバスターシリーズの相手を気絶させる技。テリーパワーがハンダを抑えました。いやいや、レジーベネットです。レジーベネットがハンダを抑え込みました。日本の得意技シリースラムでハンダミキを抑えました。勝負は15分23秒でありますが、まあシックスメンタッグマッチ、今日はまあ顔見せ的な試合だったわけですけれども、大森さん、ちょっと印象、レジーベネットの印象、レジーベネットですか、